しく行動し、成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい、ワイルドコーチング。どうもこんにちは、ゆりです。こんにちは、佐藤です。はい。はい、今日も始めていきましょう。はい、今日も行きましょう。はい。佐藤さん、佐藤さん。はい。この前セミナーやってきたんですよ。お、ついに、はい。ついにやりました。ついに。はい、やってみたいけど、ちょっと怖いなとか、うん、そうなんですね、おっしゃってましたけど。はい。いかがですか、やってみて。いや、めっちゃ楽しかったですね。めっちゃ楽しかったですか。はい。どんなか楽しかったエピソードちょっと聞いていいですか。でもすごいセミナーの時はちょっとグダグダしてしまった時もあったんですけど、グダグダしたんですね、はい、ちょっとあったんですけど、はい、でもその最後にあの参加者さんに聞いたら、はいはい、もう本当に来てよかったですっていうなんか感謝の言葉をすごいいただいて、で帰ってからもメールが届いたりとか、すごいじゃないですか、はい、すごい熱いメッセージをいただきまして、熱いメッセージを、はい、なんかやってよかったなみたいな、すごい思いましたね。よかったですね、うん、すごい楽しかったです。緊張しました？緊張しましたね、最初は。最初は緊張しました。最初は、はい、もう結構長かったんですよ。朝10時から、うん、あの5時まで、5時半までやって、うん、でそれから懇親会で居酒屋で、うん、ベーイっていう風に、すごい濃密な濃密なセミナーでした、はい、8時間以上もうずっと結構喋ってたので、話だと若干ね、はい、昔はね、コミュニケーション取れるかなとかっていうような心配なんかもあったりなかったりでしたけど、そういうのは。そうなんですよ。昔はやっぱコミュ障だったので、なんかもう人前で話すなんて、もう絶対無理だろうっていうふうに思ってたんですよ。はい、なんですけど、なんかもうそういう気持ちがなくなりましたね。そうですか。昔は恐怖、恐怖、恐怖って感じだったんですけど、恐怖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 3連チャン。人前に立つイコール恐怖みたいな感じだったんですけど、でもなんか本当にそういうのが一切なくなって、すごいですね、うん、これもあれですよね、ワイルドコーチングのおかげで。ワイルドコーチング、ちょっと宣伝を入れていただきたいと思います。またセミナーを今後もやるような感じなんですか、はい、あ、そうです、そうです。5月はあと2回やって、あと2回も、はい、6月は大阪でやるので。大阪ですか、ついに、はい、都内を出るわけですね。都内を出ます。大阪いいですね、はい。なんか美味しいものとか食べる予定とかあるんですか？いや、たこ焼きからお好み焼きからもうすべて。たこ焼きからも。串カツとか食べようと思ってますね。食べようと。ああ、そうですか。はい、あとはその大阪のユニバーサルの、あ、USJ ですね。はい、はい、セミナーついでに。セミナーついでに。なんかリア充ですね。すごいですね。USJ まで、ね、はい。あとはなんかリッツカールトン。うん。大阪の噂のリッツカールトンです。そうです、そうです。超高級、超高級なホテルの、はい、リッツカールトンに泊まり、そうなんです、スイートルームに、スイートルームに甘い部屋に、はい、甘い部屋に泊まり。あ、そうですか。楽しみですよね。なんかセレブですね。いつの間にかそんなセレブな感じで。はい、ちょっと大阪せっかく行くんで楽しんでこようと。セミナーしてね、はい、お金もいただきながら、そしてね、感謝されて感謝を提供しつつ、はい、なんか私生活というか、はい、プライベートの時間も楽しみつつみたいな。そうです、そうです。憧れのあれですね、はい、すごい。そんなにそんな天の上の人になっちゃった。そうですね、すごいですね。そうですか。そうなんですよ、なんかすごい楽しみですね、はい、なんか前のね、毎日なんて、あれですよね、どんな心境の変化というか、どんなですかね、そうですね、昔は本当自己否定人間だったんですよね。自己否定人間、はい、自己否定人間って、とりあえずネガティブな方向にしか考えられなかったんですよ。ネガティブな、はい、だからその自分がセミナーをやろうっていうふうに思った時にすごい失敗をイメージしたんですよね。失敗をイメージしてたし、あとお客さんが来て、でお客さんが私のセミナーを聞いて、でそのセミナーでその私のセミナー満足しなくてクレーム来たらどうしようみたいな最悪なシナリオをイメージ、はい、最悪なシナリオしかイメージできなかったんですよね。最悪なシナリオしかイメージできなかった。そうなんですよ、しかイメージできなかった。
最高のシナリオが私はなかったんですよね。最高がなくて最悪しかない。はい、きついですね。はい、で絶対セミナーなんてやんないっていうふうに思ってたんですけど、そうですよね。なんですけど、結構なんか脳の仕組みとかを学んで、うん、実際にコーチングをちょっとしてもらい、で考え方がちょっと変わったら、はい、もともとは私はスキルには自信があったので、そうですよね、はい、いや、なんでこれを逆に広めないんだろうみたいな、お、はい、結構やっぱあのビジネスをしてる人で、うん、違う方向に進んでる人が結構いて、なんかそういう人を見てきちゃったんですよね、うんうん、なんかそっちじゃないのになっていうふうに思ってる自分はいたんですけど、うん、だからといって、うん、まあ、自分がその前に立って、うん、その何ですか、はい、なんか誘導っていうか、導いたりとかっていうのは、うん、なんか怖くてできなかったんですよね。なんですけれども、私こんなにスキルあるし、このスキルをちゃんと広めることができれば、そういうなんか瞑想してなんか迷ってる人たちをなんか救うことできるなみたいなことに、あの、気づいて、はい、なので本当になんか考え方がガラッと変わったっていうか、はい、昔はなんか自動で仕組み作れて、でそれで生きていければいいやっていう考え方だったんですね。ネットのね、インターネット上に仕組みをサイトからの収益で、うん、まあ、食べれればいいや、食べれればそぼそぼ食べればいいやって、人ともそんなに接触せずに家でゴロゴロしながら、うん、漫画とか読みながら、その特にパソコンも開かず、うん、ただただ自動で、あのお金が入ってくるような、まあ、仕組み、まあ、今もあるんですけど、うん、まあ、そういうなんか仕組みがあるので、それで、まあ、食べていければいいやみたいな、うん、考えてたんですけど、うん、そんなもんじゃねえと。はい、なんかせっかくこんなスキル持ってるのに、教えて、なんだろう、価値をそのなんか提供しないともったいないなって気づいて、それで実際にセミナーに来てくださった方に教えてあげたら、やっぱり本当に来てよかったですみたいな。喜んでいただいて、はい、大満足いただけて。ああ、すごいですね。はい、で大満足いただけたし、でそこからなんだろう、本当にありがとう。で、なんか良かったなって、本当に良かったなって思いが、本当にこの数ヶ月で変化ですね、はい、変わりましたね、考え方が、実際に、はい、自分のねスキルとかには自信があったけど、うん、でもそれをね自分のセミナーしてっていうような、ね、セミナーしてまで伝えるっていうのはちょっと抵抗があったけど、考え方も変わって、で実際にセミナーをしたら。もしかしたらですよ、はい、この、ね、音声を聞いてくださる方もすごいいい価値というか提供できるものがあるんだけども、一歩踏み出せない人とかって聞いてらっしゃるかもしれないんですが、その方にももしかしたらアドバイスというか、うん、一言声をかけてあげるんですが、どんなことをかけてあげたいですかね。そうですね、私の場合は自分に対して自信がなかったんですよね、まあ、自信がない、はい、スキルはあって、で私はその集客もできたし、販売するっていうこともできて、うん、スキルはあったんですけど、でもその自分のスキルを他人に教えるとかだとすごい自信がなかったんですね。あ、で多分その自信がないから、うん、そのなんていうんですかね、行動ができない。自信がないから行動できない、うん、と思うんですよ。で自信がないのってなんか自分のせいではないなっていうふうに。なるほど、自信がないのは自分のせいじゃない、はい、ただ脳の仕組みを理解してなかったからだったなってことに結構気づいたんですよね。ただ脳の仕組みを理解してないから、それが原因だったと、はい、うん、ただその私はマイナスの方向に焦点を当てすぎてたんですよね。マイナスの、はい、虫眼鏡でその太陽の光をギュッと集めて黒い、ね、ペーパーを、はい、自分たちを壊すみたいな。そうです、そうです。あ、なんかそういう感じで、その本当にマイナスの方向にしか焦点を当てられなかったんですけど、でも一歩引いてみたら、そのなんで私はそんなところに焦点を当てられなかったんですか。
焦点を当ててたんだっていうことに気づいたんですよね。はい、で、その脳の仕組みを知って、ただただ見方が変わっただけ。見方が変わったら、その自信がなかったっていうのが、なんか、なくなって。お、自然と。自然となくなって、自分がいい価値持ってるんだから、提供しないと逆に、なんか、もったいないなっていうふうに思えたので、なんですか。はい、本当にわずかな、はい、わずかななんか考え方を変えるだけっていう、その人本人の性とか能力とか性格の問題とかではなく、はい、能力とか本当にそういうのではないんですよね、はい、ただただその見方だったりとかその考え方っていうところをまずしっかりと学んで、でその変わるとき一瞬なんですよ、ね、変わるとき一瞬です確かにそうです、ね、変わるとき一瞬です、はい、なのでなんか本当に脳の仕組み知ってただただ変わってしまえば、なんか自信もそういう自分の価値を提供することに自信がないっていうことがなくなるので、全然なんか自分のせいでもないし、自分のせいでない、自分を責める必要もないし、自分を責める必要もないしっていう、自分を責めちゃってる人多いと思うんですよね、できないんだろう、自分ダメだ、自己否定みたいな感じになっちゃう、自分のせいではない、はい、ただ知らなかっただけ、はい、ただ知らなかっただけ、はい、それを教えてくれたのは佐藤さんだな、ありがとうございます、はい、なんか台本があるかもじゃあ、ね、ぜひ大阪に行く際は、ね、はい、リッツカールトンのお土産話を楽しみに、わかりました、はい、セレブな話を、はい、今度また対談で聞かせていただける、はい、はい、よろしくお願いします。鹿せんべいも、鹿せんべいも小鹿のように、はい、小鹿のように奈良も行くんで、奈良も行くんで、わかる、ぜひ気をつけて大阪のセミナーも行ってきてください、はい、ありがとうございます、はい。